ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。どうも、ベイちゃんでーす。今回紹介するのはこちら。究極大聖剣、無名剣虚無でーす。はい、こちらは過去にね発売された仮面ライダーファルシオンの変身ベルト、こちらにあります。ブレードライバーに付属する聖剣の無名剣虚無のビッグサイズになります。はい、デラックスがこのサイズですね。はい、このサイズのデラックスの聖剣が超大きくなった聖剣になります。初登場は劇場短編でした。はい、劇場版の仮面ライダーの聖剣としてね初登場したんですけども、まあその後ね本編にも登場したり V シネファイナルステージとすごい活躍の場がねいっぱいあって、すごい人気の仮面ライダーにもなったし、人気の聖剣にもなったアイテムになります。そちらのこう超ビッグサイズ化なのですごい楽しみにしておりました。仮面ライダーセイバーの中で自分は一番ファルシオンが好きかな。はい。では箱を見ていきましょう。はい、正面の方大きく究極大聖剣無名剣虚無と書いてあります。で、無名剣虚無の部分はところどころ不死鳥フェニックスを模したようなデザインになっていて、それがまたかっこよさを出しております。はい、で大きくねファルシオンの顔が映っていてかっこいいですね。複眼がしっかり光ってるような見た目になっていていいですね。はい、で裏側、はい、裏側はこのようになっております。こちらにも、仮面ライダーが映っていて、こちらが V シネに登場したアメイジングセイレーンワンダーライドブックを使ったファルシオンで、こちらがタッセルワンダーライドブック使ったタッセル、仮面ライダータッセルが映っています。どちらも無名剣虚無ブレードライバーを使って変身する仮面ライダーですね。はい、こちらもかっこいいデザインになっています。本当にね箱がかっこいい。でちょっとね正面から倒すと上の方にはファルシオンのクレストが映っております。はい、それでは開けていきましょう。はい、中の方はこのように収まっております。はい、中央にエンブレムが収まっていてめちゃくちゃかっこいいですね。あのメタリック塗装されているようでめちゃくちゃかっこいいですはい、とりあえず中身取り出したいと思います。はい、中身の方を取り出しました。めちゃくちゃかっこいいですはい、もうなんだろう、うん、ニヤニヤしてましたはい、エンブレムから見ていきましょう。もうやっぱり大きいですよね。エンブレムだけで大きいし、このメタリック塗装がめちゃくちゃかっこいい。キラキラ光ってて、若干グラデーションがかっててかっこいい。濃いオレンジからだんだんこう、まあ、この辺なんか多分ムラとかじゃなくてグラデーションなんだと思うんですよね。この辺ちょっとシルバー気味になってるんですけど、ところどころやっぱ縁に近づくとわかるかな、ちょっとカメラだとわかんないかもしれないけど、シルバー気味になっていくような、こう濃いオレンジからだんだん淡くなっていくような感じのグラデーション塗装なのかなと思います。はい、でクレストの部分は黒で塗装されていてめちゃくちゃかっこいいです。はい、で裏側は成形色のまんまですね。もうこれはこれでいいですよね。やっぱこのまあ裏側なんで多分塗装しても多分意味がないっていうのも一つあるし、やっぱこう成形色と塗装の違いがわかるので、裏側が成形色っていうのは自分は好きですかね。でもしっかりねモールドとかが入っていて、このいいですよね。
クレストこんな感じで、デラックスがこれなんですよ。はい、どうでしょう。デラックスとのサイズ感全然違いますよね。やっぱりね、究極大石はやっぱり大きい。もうデラックスはデラックスでかっこよかったんですけどね。はい、あ、裏側ないんですね。このモールドがデラックスはなかったんだ。でも究極大石はあると。はい、こんな感じ。はい、はい、で無名剣虚無本体です。こちら、こちらがまた大きくてね、ちょっとエンブレム倒しておこう。はい、このようなサイズ感です。長いです、大きい。ここのね、持ち手の部分もしっかり塗装されていて、メタリック塗装と、まあ、中もねシルバーの塗装が入っていて、キラッと光ってね、かっこいいですね。このトリガーも塗装されてます、しっかり。はい、でこの黒い部分は成形色っていいのかな、こんな感じ。まあ、真っ黒な刀身っていうのもかっこいいんですよね。で中はオレンジ色で、ここのリード部分はやっぱ押せるようになっていて、ここもシルバーの塗装がされています。はい、光ってますね。はい、かっこいい。はい、こんな感じ。デラックスがこちら、もう全然違うサイズがね。はい、色味も違いますね。はい、個人的に何が一番違うかって、やっぱ剣先が違うかなって思っていて、あのやっぱデラックスの方はね、あの小さくなってるからっていうのもあるし、あとやっぱね、ちっちゃい子向けっていうのもあるので、やっぱこういう感じで丸みがあって短く、剣先が短くなってる感じがあるんですけど、究極大聖剣の方はやっぱり、まあ、プロップサイズを目指しているっていうのもあるのかな。うん、あのやっぱシュッとシャープになっていて、ここも長いからかっこいいですよね。よりかっこいい感じがします。はい、はい、でエンブレムくっつけていきたいと思います。はい、ではエンブレムね、このままこの向きでくっつければ完了ですね。おお、はい、これで究極大聖剣無名剣虚無の完成です。はい、電池入れたので起動してみたいと思います。無名剣虚無、おお、かっこいい。名乗っただけですけどねそれでもかっこいい。トリガーを押してみます。おー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 、なるほどはいはいはい、わかりました、わかりました。今ね、トリガーを押して剣撃音聞いたんですけど、最初にこの音が鳴った後はこういう音に変わります。その後続けて押してるとずっとこの音で、ちょっと間開けるとまたこの剣撃音になりますね。はい、でも火炎剣劣化みたいにすごい爆音ではないですね。ちょうどいい、ちょうどいい音量な気がします。はい、ちょっと火炎剣劣化と同じであるならば、ここを押したら変身できると思うので、ちょっとやってみましょう。押すのかな。
っこいい多分かっこいいしか出てこないと思うんですけどね。あれですね、変身の時はなんだっけ、無音の状態を任意で選べる、あの時間経過具合をのためにトリガーを押して変身完了になるって書いてあった気がします、ブログか何かに。はい、今ねすっかりそれを忘れてたんでちょっと待ってたんですけど、いいですよね、やっぱね、自分のタイミングで鳴った方がいいですよね。無音の状態って難しいですからね。はい、ちょっとあの説明書いろいろ見てきます。はい、説明書の方を確認してきました。これやばいぞめちゃくちゃ遊び方がいっぱいあった。一回の動画じゃ収まんないかなって気がしますまあやっていきたいと思います。はい、今ちょっとね電源は入れ直した状態なんですけど、まあ通常モードで電源入れ直してます。で BGM がね4曲入っているのと、変身遊びの変身音が5つ入っているそうです。はい、バハトが変身するファルシオンだけでも3つ、劇場短編版と本編と通常版っていう3つに分かれてます。で、V シネのアメイジングセイレーンで、5つ目がタッセルっていう5パターンの変身音が入っているそうです。なので変身遊びだけでも結構楽しめるんじゃないかなって思います。ではとりあえず改めまして、変身音を5つ聞いていきたいと思います。はい、今のが5つの変身音になります。はい、アメイジングセイレーンとタッセルはトリガーを押さなくても変身完了まで音が聞けますね。では次、
BGM ちょっと聞いてみたいと思います。あのフルではちょっと流せないですけどね。4曲がループで流れます。これ後ろのボタン単押しでなります。どの曲も、無名権虚無を象徴するような曲ばかりかなと思います。特に4曲目なんかはね、本編でも印象的なシーンでね、あの流れていたのでいいですね。あの聞き入りたくなったんですけど、あの動画外で後で楽しみたいと思います。はい、次はセリフモードでの変身必殺技遊びをやっていきたいかなと思います。はい、セリフモードは、リードボタン押しながら電源オンで切り替わるそうです。はい、押しながら全てを無に返す。はい、これでセリフモードが起動しております。で、リードボタンを押すと、俺はデザストだ、ボンヌレクチュール諸君、すべてを無に返すとセリフがね3つなって、バハトモード、デザストモード、タッセルモードと切り替えができます。で、好きなセリフの時にトリガーボタンで決定されるそうです。それで今バハトモードになっているはずです。はい、でちょっとやっぱあのさっきも言ったんですけど、動画が長くなりそうなので、今回の動画ではバハトモードで遊んでいこうかなと思います。はい、ではバハトモードで変身やっていきたいと思います。どんなセリフが聞けるのか楽しみです。今のが劇場短編版のバハとの変身セリフになります。いいですね、かっこいい。あのデラックスの時にも入っていた音声なんですけど、やっぱその時よりもこのビジュアルがあのやっぱ大きくなってるので、もうそれだけでだいぶ印象が変わります。めちゃくちゃかっこいい。はい。で次が本編に登場、テレビ本編に登場した時の変身音いきます。変身。
テレビ本編版のバハトの変身、かっこいいやな、やっぱっていうのがいいですよね。あれね、バハトを演じていた谷口さんが考えたっていうことですもんね。すごいおしゃれな変身だなって今でも思います。はい、劇場版の時の完全な無音がね、ちょっとテレビだとできないっていうことで、こう考え出された変身シーンらしいです。はい、それがまたね、やっぱおしゃれでかっこいいなと思います。あとちょっとこう火のね、メラメラしてるような音も入っていて、かっこいいな。もう劇場版もテレビ本編もかっこいい。はい、もう本当にファルシオンが好きです。はい、バハトモードはこの2つがなります。はい、で最初に通常モードでやったファルシオンの変身音が3つって言ってた通常版の変身音っていうのは、デザストモードの時の音声みたいですね。はい、なんでまたそれは次の動画でやろうかなとは思います。はい、とりあえず今バハトモードをやっていきたいと思います。次、必殺技やりますね。必殺技も2種類、抜刀必殺とリード必殺があって、抜刀必殺の方では特にセリフモードっていうのはないんですけど、ただ普通の斬撃音の時にセリフは入ってます。はい、このように谷口さんボイスでバハトの声が入っています。で、トリガー長押しで抜刀必殺起動になります。で、離すと発動ですね。やってみます。必殺目録、抜刀、史上無双に。はい、今のが抜刀必殺 でこちらでもやっぱりセリフモードっていう記載はね、説明書にはないんですけど、やっぱりちょっと掛け声がね、入ってましたね。はい、では次、リード必殺やってみたいと思います。セリフモードでのリード必殺は、まずリードボタンを長押しするみたいです。はい、ここから押していくごとに、リード必殺が3種類変わります。あとは効果音遊びっていうのも入っていて、ファルシオン、エターナルフェニックスだと聖剣能力無効音っていうものが入っています。あとね、他にあと 3音入ってるんですけど、まあアメージング精霊とかタッセルなので、また次の動画でやろうかなと思います。それはね、後ろのボタンとトリガー同時に単押しで発動するそうなので、やってみたいと思います。今のが聖剣能力無効音みたいですね。いや、セリフモードだとセリフも鳴るんですね。かっこいい。いや、もうね、本当にバハトの声はかっこいい。はい、あと
はセリフがね、46音入ってます。バッハとだけで46音、はい、入っているので、そちらを聞いていきたいかなと思います。実際にお前は闇の剣士と
剣をぶつけ合っていたろ。思いや17の信用に値しないことを俺は知っている。俺の宣伝をお前ごときの思いに覆されてたまるか。死ねないからだ。無限に続く再生、お前たち人間には到底理解できない、絶望だ。ずっと傷つかなかったこの体が、これが人の思い、人の力。はい、以上の46音のセリフが聞けます。いや、どれも迫力があってすごいですね。デラックスの時は劇場版だけのセリフだったんですけど、まあ当然もう番組も終わっちゃっているので、あのテレビ本編に登場したセリフも収録されていて、よりね、あのバハトのセリフを楽しめると言いますか、あのデラックス版とはまた違った無名拳虚無の良さがあるなって思います。あのやっぱ最後ね、あの和解してのセリフが最後締めているっていうのがいいですね。はい、いかがだったでしょうか。もう通常モード、バハトモードだけでも結構なボリュームで、だいぶ面白く、そしてかっこよく、すごい満足できるアイテムになっているかなと思います。はい、なりきり度がだいぶね増しますので、やっぱりね、あのベルトを腰に巻いて剣を手に持ってセリフを鳴らしてっていう遊び方をねしたいなって思いますよね。はい、でまだまだね、デザストモードとかタッセルとか、あとアメイジングセイレンとかありますので、まあそれは次の動画でやっていこうかなと思いますので、あの次の動画もまた見ていただければと思います。でね、究極大聖剣の火炎剣劣化、暗黒剣暗闇も過去にね動画出してますので、そちらも合わせて見ていただければ嬉しいなと思います。あの火炎剣の方は水星剣と雷鳴剣と3種類またね違う遊び方ができますので、動画出してますので、そちらもチェックしてみてください。はい、といったところで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。高評価、チャンネル登録していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。コメントもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。